ご基礎駅は愛知県名古屋市昭和区ご基礎通り三丁目にある名古屋市営地下鉄の駅である。鶴舞線と桜通線が乗り入れる。名古屋市昭和区役所が近隣にあることから副駅名として昭和区役所が案内板に付与されている。鶴舞線は相対式2面2線のホーム、桜通線は島式1面2線のホームを持つ地下駅で 桜通線のホームには可動式ホーム柵が設置されている。いずれも有効長は20メートル車8両編成まで対応している。エレベーターは桜通線ホーム側にのみあり、鶴舞線ホームに直接つながる東改札口にはない。両線とも当駅付近は深い場所を通っているためにホームもかなり深く桜通線のホームは 地上から約22メートルの位置にある。当駅の場合、丸の内駅においては、乗り換えが5分以上かかるのに対して、短時間で乗り換えが可能である。当駅は、桜通線駅、ストムク桜本町管区駅が管轄している。コンコースと地上出口については、駅開業当初は、現在の東改札口につながるものしかなかったが、 桜通線開通時に桜通線の真上にも、コンコースと改札口が設けられ、こちらにつながる出口も整備された。したがって桜通線開通までは、鶴舞線帯域と同様の駅構造であったと言えよう。桜通線ホームと鶴舞線、矢後と赤池、豊田市方面ホームを結ぶ連絡通路には、2017年7月18日より、 ローソン名古屋地下鉄五基礎駅店が設置されている3月2日に閉店した乗り換え人員は含まない共同住宅、店舗、事務所ビルが混在する住宅地区かつては名鉄神宮前や荒玉橋、笠寺駅などからのバスも存在したが1994年の桜通線開業後は路線数が減っているありがとうございます